竜博氏は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、文部科学副大臣、文部科学大臣政務官、民主党幹事長代理、同神奈川県連代表、民進党国会対策委員長代理、希望の党国会対策委員長、衆議院科学技術、イノベーション推進特別委員長等を歴任した、福岡県福岡市生まれ、 福岡県立周遊館高等学校、慶応義塾大学文学部卒業。大学卒業後の1989年に、全国朝日放送に入社。2003年、当時民主党所属の衆議院議員だった松沢成文が、神奈川県知事に転出。同年の第43回衆議院議員総選挙で傘は、松沢の後継候補として、神奈川9区から民主党公認で、 立候補し初当選した。2005年、第44回衆議院議員総選挙では自由、民主党公認の山内光一に、神奈川9区で敗れるが、重複立候補していた比例南関東ブロックで、復活し、再選。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、神奈川9区から立候補して参戦し、民主党国会対策筆頭副委員長兼、 衆議院文部科学委員会筆頭理事に起用される。菅直人第一次改造内閣で文部科学大臣政務官に任命され、菅直人第二次改造内閣まで務める。同年10月に結成された青山会事務局長に就任。2012年4月、民主党総括副幹事長に起用され、同年10月、野田第三次改造内閣で文部科学副大臣に任命された。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙では民主党に逆風吹き荒れる中でも神奈川9区で自民党の中山天皇を9078票差で破って小選挙区で当選を果たして4選民主党筆頭副幹事長兼選対委員長代理に就任2014年5月細野武氏を中心に結成された自由警戒に参加同年12月の 第47回衆議院議員総選挙では、前回よりも差を縮められたものの4543秒差で自民党の中山を破り、5選。議員運営委員会筆頭理事兼民主党、国会対策筆頭副委員長に就任。民進党に参加し、2016年9月民進党、国会対策委員長大臣に就任。二千十七年九月の民進党代表選挙後、 離党を検討していることが報じられたため、13日に大島厚史幹事長から異流を受けたが、14日に離党の意向を表明した。15日には離党届を提出し、離党理由について政権選択を問う衆議院選挙で共産党との連携はありえない、自民党に対抗できる勢力を新たにしっかりと作っていきたいと述べ、8月に離党した細野との 連携に意欲を示した。民進党は重大な反党行為として離党届を受理せず19日付で除籍処分とした。小選挙区選出議員の離党届は原則として受理されてきたが、大島は処分理由について代表選直後に党の結束を乱す行為であり、党勢をそぐ罪の重さは同じと説明した。9月27日。 小池由里子東京都知事を代表とする新党、希望の党設立会見に決闘メンバーとなる国会議員14人の一人として参加した。10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の党公認で神奈川9区から出馬し、選挙中に希望の党が失速し、前回よりもさらに差を縮められたものの1712票差で自民党の中山を破り、 六選当選後、希望の党の暫定的な執行部の国会対策委員長に就任した。十一月十四日、希望の党共同代表選挙後に正式な執行部が発足したことを受け、国会対策委員長を退任した。二0 1八年五月、希望の党が分党した時点で、いずれの後継政党にも参加せず無所属となる。十月十八日、 無所属の長島明久と共に衆議院内会派未来日本を結成した。2019年7月2日、長島の自民党入りに伴い未来日本が解散、傘は無所属となった。2020年1月16日、前年に結成された旧民進経の統一会派である立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムに合流した。9月3日、 立憲民主党、国民民主党などが結成する合流新党に参加する国会議員の募集が締め切られるが、傘は同日までに参加の意向を表明しなかった。傘の事務所は現時点では今後も無所属で変わらないと述べていた。また、傘は希望の党から日本維新の会に移籍していた松沢成文から同党医療打診されていたが、維新が嫌なのではなく、 選挙区で自民に絶対勝たなくてはいけないなどとして、誇示した。2021年9月17日、立憲民主党に入党届を提出し、21日受理された。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で前回より、中山との差を広げ7選。ありがとうございます。